皆さんこんにちは、ジェイソン・ルグブルだ。ヒロインだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター海の秘宝探検の続きになります。前回の動画で巨大ダコと潜水艦を組み立てました。はい、今回はこちらの小型潜水艦と巨大伊勢海老に組み替えます。巨大ダコと潜水艦の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは小型潜水艦と巨大伊勢海老を組み立てます。完成、巨大伊勢海老と小型潜水艦です。うわ、伊勢海老でかっ。こんなバカでかい伊勢海老って多分世界探してもいないと思うな。で、あと潜水艦が結構ちっちゃくなりましたね。あー、でも僕はどっちかっていうと小型潜水艦の方がいいかなって思います。はい、まずこちらが海底の岩です。全体はこのようになっていて、あ、おっとっとっと、この場所に付属の骸骨を座らせることができます。この海底の岩の苔の再現度めちゃくちゃ高いですね。そして今回の骸骨はカメラを持っています。撮影中にまあこうなっちゃったっていう設定なのかな。結構怖いな。はい、続いてはこちらの小型潜水艦です。全体はこのようになっていて、ハッチの部分がこのように開きます。中にミニフィグを乗せることができます。ちなみに操縦席はこのようになっています。前回の潜水艦と一緒でレバータイプになっていて、メーターとかが追加されました。小型潜水艦の後ろのプロペラがこのように回転します。そしてこの小型アームの部分がこのように稼働します。なんかこうしてみるとなんか象の鼻みたいですね。この小型潜水艦なんですけど、小さいながら結構造形凝ってますね。これは素晴らしい。今回の小型潜水艦なんですけど、なんかスターウォーズ2の乗り物にありそうですね。これ変形型ロボで例えたら完全に東部ですね。そして最後はこちらの巨大伊勢海老です。ちょっと皆さん申し訳ないんですけど、組み立ての時こうやって見せたんですけど、実はこれが正解でした。箱と全然違うなって思ってみたら僕が作り方間違えてました。ごめんなさい。はい、全体はこのようになっていて、いや、こんなでかい伊勢海老世界でいるのかな。いや、近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。目のパーツは前回の巨大ダコと一緒です。ここが口で、ここが触覚です。これはよく作られていますね。続いてはこちらのハサミです。おー、ハサミでかいな。なんかこうしてみるとなんか伊勢海老じゃなくてカニに見えちゃうな。続いて足はこのようになっていて、伊勢海老の足は8本になってます。尻尾はこのようになっていて、尻尾の作りについては結構シンプルになってます。ではこちらの伊勢海老の可動範囲について説明します。まずこのヒゲがヒンジになってますので、このように動きます。爪の付け根がボールジョイントなので、このようにグリグリ動いて、ハサミがヒンジになってますので、このように可動します。足8本すべてはボールジョイントでこのように可動します。尻尾もこのようにヒンジで動きます。はい、可動範囲を生かしてこのようにポーズを取らせることができます。今回伊勢海老の可動範囲が多いので、このようなポーズも決まります。小型潜水艦と海底の岩と並べるとこんな感じです。個人的に宝箱とかがあったら、前回のタコと一緒で宝箱を守る番人みたいな感じでできたんですけど、今回宝箱とかがないので、これは完全にあれですね、探査中に巨大伊勢海老に遭遇したみたいな感じだと思います。はい、巨大伊勢海老と小型潜水艦はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター深海の生き物の
巨大伊勢海老と小型潜水艦を組み立ててレビューしていました。まず今回組み立てた巨大伊勢海老なんですけど、可動範囲がめちゃめちゃ多くて、こんな感じで迫力のあるポーズも決まりますので、とても良かったです。で、あと小型潜水艦なんですけど、小さい割には結構造形が凝ってますので、これもとても良かったです。次の動画ではこちらの巨大マンタとサンゴ礁を組み立てます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。